世界の鉄道一覧ブルネーの鉄道ブルネーの鉄道はブルネーの発展過程において大きな役割は果たさなかった。スラサ軍にあったブルックトン炭鉱は711ミ、mm、リメートルという珍しいゲージにより炭鉱からムアラに近い水深の深い港まで全長2.5キロメートルにわたる狂気鉄道を運用していた。そこでは アンドリュー・バークレーサンズカンパニー製の車輪配置0から4から0型の蒸気機関車2台が運行されていた。このうち1891年製の投資番号696番は内、枠があり、車輪の直径は 559mm、外部のシリンダーは 178-356mm で、車両の高さはわずか 1753mm しか、 なかったが、これは 1829mm しか高さがなかった、行動に合わせたものであった。この機関車には、マルゲリーテラインと名付けられたが、これは、サーチャールズ・ブルックの妻であった、フランス人、マーガレット・ドビントにちなんだものであった。同型のバークレー社製の蒸気機関車で、1987年製の投資番号815は、ブルックトンと名付けられた。 後者は1898年1月にグラス号から輸出された。軌道は大部分が地面より高く持ち上げられていたが、一部には行動トンネルの部分もあり、今では植物が生い茂っている状態でブルネーダルサラーム国の古物材方法によって保護されている。ブルネー政府の博物館局は屋外博物館として整備し、 エコツーリズムを進行したいと表明している。1888年から1924年にかけておよそ65万トンの石炭が運び出されたが背景にはインドと中国を結ぶ航路の途中の中継地として立ち寄っていた基線からの大きな需要があった。炭鉱とそれに付属しエスタ鉄道は1924年には運用が廃止された。第二次世界大戦中には 日本人が採掘を再開し、地元の需要に応じて供給した。セリアの狂気鉄道を再利用した、オーストラリアの兵士たち、1945年7月12日、撮影。バダス駅のオーストラリア兵士たち、1945年8月31日、撮影。17、17A 型ウィッカムトロリーに飛び乗って、車体を発射させる、オーストラリア兵。 1945年撮影。1930年代以降、セリアとバダスの間、全長 19.3km を 600mm ゲージを用いた狂気鉄道が結んでいた。木製のレールを用いた、この線路を付設したのは、後のブルネーシェル石油の前身であった、ブリティッシュ・マライアン石油であり、バダスにあったジョージ・ウィリアム・パーシバル・クラークが運営する。 スンガルベライト川の取水点からセリアまで水を運ぶのが目的であった。後にはパイプラインの管の輸送にも用いられた。第二次世界大戦中、BMP の職員はこの鉄道の運行に必要な設備の一部を隠し、当地を占領した日本軍が鉄道を使用できないようにした。オーストラリア陸軍第9師団が当地を解放した後、 隠されていた設備が1945年7月に発見されて戻され、ほどなくして運行が再開され、25ポンド榴弾砲2門と弾薬がバダスに運ばれ、まだ周辺の残留していた日本軍を追い散らすために使用された。いくつかの報告によれば、1999年の時点でも、この鉄道は使用され続けていたという。線路は2013年時点でも、 木材の運搬に利用されたり、遊歩道として利用されている。ルムトにあるブルネール NG は、ブルネー政府が50%、シェルオーバーシーズトレーディングが25%、三菱商事が25%を出資した合弁事業であるが、その液化天然ガス用港湾には、通常は見られない 1533mm ゲージの後期の専用鉄道がある。 オランダのワルメンホイゼンを本拠とするベヌレール社が、不当から海上に軌道を設け、職員や装備類を海岸線から 4km 沖合に離れた LNG タンカーに LNG を積み込むプラットフォームまで運搬しているが、これはこの辺りの水深が非常に浅く、LNG タンカーが海岸までたどり着けないためである。機関車は電池で動き、爆発を引き起こさないようになっており、 例えば車輪はステンレス構成である。一度に運べる人員は10人である。当初の故障はスマイナス15であり、レールカーエレクトリック 15KN すなわち 15KN の牽引力を持つレールカーエレクトリックを意味していた。その後、故障はブリーマイナス15と改められたが、これはベモレールエレクトリックの頭文字である。 最高速度は時速1 5トルである。1999年最初の機関車が設置され、ついで2台目の機関車には直流式のモーターに変えて交流式非同期モーターが装置された。その導入以前に使われていた車両はイングランドのアラン・キーフ社が供給したものであった。全長4 4 0 0トルに及ぶトランスボルネオ鉄道は 計画段階のまま長い時間が経っている。これが実現すれば、サラワク州、ブルネー、サバ州、インドネシア領カリマンタンが結ばれることになり、投資額は330億 US ドルに達するとされている。そうなれば、ボルネオ内陸部の荒廃地から、石炭、木材、その他の農産物をバンダルスリブガワンの港に運び、世界各地へ送り出せる。 鉄道用の鋼鉄の輸入は1994年の年間283トンから2002年には539トンまで増加した。しかし、その後2003年から2015年にかけて輸入量は減少し1994年の水準を下回るようになった。2016年11月10日、公共事業交通省は 標準機による不設計画を前提とした土地測量調査の入札を行った。ブルネイに地下鉄を導入しようという計画はまだ完成を見ていない。2017年4月18日、ブルネイ政府は地下鉄網の構想づくりのためにマレーシア政府が所有するプラサラナマレーシアを招いた。ありがとうございます。